です。はい、こんばんは。お昼下がりにシンセサイザーを遊ぶおじさん、今日休み、休日だね。今日は休日だから寝起きでシンセサイザーを触っているよ。みんなは何をして過ごしているかな。仕事だよね、きっと、ね、平日のこの時間にお家で寝起きでシャワーを浴びてまったりしているおじさんがよしおだよ。こんばんは、こんにちはだね。タイノキン、こんにちはだね。あ、いいよ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 、もう渋滞大変ならゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいからね、無事に安全運転できてねって言われたらコンビニ行っちゃうよね。俺もそれはそうだと思う。ねえ、どう、タイノキンちゃん、この後ろのお仕事中ごめんね。これほら、ここに背後霊のようにね、あのこれタイノキンちゃんだから、これタイノキンちゃんだから。よく意味がわかんないけど。どうですか調子は。あ、ごめんね、仕事中だよね。勝手に一方的に聞いていてほしいんだけど、ニコちゃん、そう、これキンちゃん、気持ち悪いよ。勝手に部屋に何かを置いて名前をつけるんじゃないよっつってね、ごめんごめん。あの、まあ、これはね、あのジャパニーズジョークだから。俺もうすぐゴールド帯行くんだけど、エイペックスもうすぐゴールド帯に行くんだけど、今シルバー1なんだけど、使ってるキャラはまず騙されたな、オジでしょ、だからミラージュでしょ、でミラージュと、ありがとう、いやもうね、デスボックス、カインズホームで売ってるようなデスボックスに俺はずっとなるお仕事をしてるんだけど、味方のノラの人たちがすごかったりねして、こうキャリーしてもらってる、キャリーされおじです。でもね、ワットソンのねスパレジ当たったの俺、じゃあ逆か、スパレジが当たって俺タイノキンのワットソンのフェンス見てから、何これかっこいい、電気だと思って。俺シンセサイザー好きだからさ、これも電気の音だからね、ほらこれ俺が作った曲なんだけどさ、こうやってシンセサイザーって音を司るじゃん、え、ワットソン電気使うじゃんと思って、じゃあやっぱりシンセサイザーって電気必要だからさってことで、ワットソン使ってんだけど、スパレジェが当たったの。うるさいよね。てかみんなお昼何してる？よしお PC シンセサイザーで遊んでます。今日の BGM は僕が、そう、みんなに言われた、あのみんなっていうのはさ、オフラインでもやっぱエペやってる人が多くてね、もう今日雑談してくからさ、1時間しかねできないから、なぜなら愛する息子の幼稚園のお迎えに行くんです。これが幼稚園のお迎えに行かなきゃいけないんだよね。だから2時で終わるんだけどさ、あのそう、なんか意味も分からずガチャでしょあれ、引いてたらさ、なんかプシャンプシャンプシャンとか言って赤いレーザーが走ってさ、あれここクラブかなみたいな感じのさ、演出が出てさ、なんか150点みたいなポイントがずっとあったんだけど、なんだこれと思っててたんだけど、調べていったらさ、スパレジェが当たって、しかもすごい激レアなんでしょあれ、パーセント 1% とか、俺人生の運全部スパレジェで使っちった。俺人生のラッキーを、人生のラッキーを全部スパレジェに使っちゃったからさ、ワットソンのなんかこういう、なんか、なんていうの、なんかワットソンがくるくる回してる試合中に。今度もしよかったら一緒にカスタムでも連れて行って。よしよしよしよ、我が名はブロスフンダル。ということでね、こういう今はもうこのシンセサイザー、この1台だけの機械から鳴ってる音なんですね。これすごいね、すごい綺麗な音するね。ね、遊ぼう遊ぼう。現在 BPM は77、1分間に77回、1234223432341分間、60分に、なんでやねん、60秒に77回拍がうらららら、もうどうでもいい、もうどうでもいいね。はい、
あっちっていうか、規則正しく私は5時半6時頃にケントゥーベータを見終わってから寝るわけですけれども、12時に起きまして、うちの親父がさ、うちの父ちゃんがさ、あれよ、あの、おパソヤシ、アサリゲットしたから孫たちと食えよっつって、あのじいちゃんアサリアンチ持ってくるムーブで起こされて、こそこそ来ました。こそこそ翔吾さん、昨日はお疲れ様でございました。ちょっとね、息子を迎えに行くまでの14時という限られた時間で、このシンセサイズはこの1台からだけの音で音を鳴らしてるんですけど、これは僕が作った曲なんですけど、どうでしょう、曲というかBGM、 ほら、シンセサイザーは電気の力でフェンスを立てる、あ、違う、間違えた、フェンスは立てない、それワットソンね、電気の力で音楽を奏でるわけですけれども、この曲をですね、15分ぐらいでさっきタカ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 タと打ち込みまして、ファーンとか言ってるでしょ。ヨシピーの配信は音がいいな。ありがとうございます。もうね、顔が悪いんで音が良くするしかもう生きていく術がありません。昨日ね、翔吾さん、タイの金ちゃん知ってますか？そしてタイの金ちゃん同じく、まあお仕事中だと思うからね、まあ、あの無言スルーでもいいんで、あのヨシオラジオが喋ってんなっていうことでですね、あの翔吾さん、タイの金ちゃんはあの切れ味が鋭い雑談というか、なんだろう、空気感を、タイの金の空気感をぜひ味わってほしいなって思ってるストリーマーさんで、まあ女性で素敵です。私の DJ 配信は全部音が割れるんですよね。翔吾さん、私の DJ 配信は全部音が割れるんですよね。めちゃくちゃパワーワード。あのやっぱ赤フレしちゃダメなんですよ、デジタルはね。偉そうなこと言ってすいません。赤が出ちゃうと、クラブとかお店だったら人間の耳では赤のクリップって別にまあまあ聞けるんですけど、これがですね、インターネットに載ったりですね、ワブで録音されたりするとですね、非常にあの壊れたところが繊細に分かってしまうっていうね、昔 4K テレビが出た時に女子アナたちが震え上がったっていうのと近いですね。デジタルになると見えなくていいものまで見えてしまうっていうね、赤クリップすると聞こえなくていいところまで聞こえてしまうっていう、そういう作用がございます。用法用量をよく守って、あのぜひ赤はしないっていうね。あ、タイノキンちゃん、前レイドでお邪魔したかも。そう、翔子さんはね、まあ、スキンヘッドですごくアットホームな DJ 配信をされています。たまにゲームをやっているけど、昨日ゲーね、 DJ やってたので、俺も昨日配信やってさ、ヨシオも配信をして、で翔吾さんが DJ 配信してるから、あ、終わりにレイドしようと思ってさ、ちょっと覗いてたのよ、配信中にね、俺も配信中に。そしたらさ、あの翔吾さんがバイバイっつってにこやかな感じでさ、スキンヘッド王子の翔吾さんが30デシベル付近で DJ 機材上ではオレンジに行かないぐらいなんですけど、謎すぎる。あ、それでも翔吾さんお断りしちゃうの？ありがとうって言って、こうやってバイバイってやった先もまたスキンヘッド王子でさ、なんだったっけな、毛がないおじさんだったっけな、あれ、なんかそんな感じの方でさ、ライムスターの歌丸さんとそっくりでさ、うーたまるーさんじゃんっつって盛り上がって、あのっていうのが昨日人剣幕がありましたが、剣幕しちゃうな、神梨おじさんね、素敵でした、フォローさせてもらって。そしてしょうこさん、タイの金ちゃんはね、本当にあの、なんだろうな、時間を本当にゆっくり過ごしたいときに、都会のオアシスとしてたまに喫茶店とかに入るじゃないですか。まあ、僕らおじさんだからスターバックスとかははばかられるからさ、やっぱりなんていうのかな、ゆったりジャズが流れるような喫茶店に行くでしょ。そんな感じのタイの金ちゃんは時間が流れてるんだけど、配信はゆったり、でも言うことが鋭すぎてクソ面白いからね。あとエーペックスがとてもお上手。ぜひね、タイの金ちゃんのところ、翔子さん絶対気に入ると思うな、間違いない、これは俺が保証します。赤クリップしてないのに音割れする理由は結局ヨシオには分かりませんでしたが、タイの金の配信は激おすすめです。俺のおすすめストリーマーにも入れてあんだよね、入れさせていただいておりやす。はい、ドラムのつまみはここだ、フォローしておきます。ほら、ドラム抜けた、あら、翔吾さんフォローしました。いやん、ありがとう。ここで一つのご縁がね。僕はね、こうやって配信で縁をつなぎながらね、最終的にはね、ろうそくに火を灯しながら生きていきたいと思ってるからね。
ろうそくにいっぱい火を灯すことで祈りを、祈りをね、シンセサイザーとともに、はい、ということでね、これシンセサイザーなんでね、 DJ じゃないんです。ほら、じゃあ一個一個分解していこう。1番エントリーナンバー1番、これは結局ホワーンとか言ってるでしょ今。ここのシンセサイザーっていうのはこう、そのろうそくの火が一本一本消えていって、最後の火が消えるときは髪の毛がなくなってる最後煙がふわっ、煙じゃない、灯火がヒュッて消えたときに最後の一本がハラハラって落ちるっていう。おへよ、おへよ、そまこおはよう、そまこも来てくれて嬉しいよ。ファーン、音鳴らしてるだけだね、シンセサイザーから。ほら、なんか不思議な音が鳴ってるね。で、これは今何をしてるかっていうと、気持ちのいい音が聞こえる。そう、こんな感じで今日俺が作ったいくつかの曲があったんだけど、それを流しながら雑談していたの。ほら、この辺全部俺が作った曲なんだけど、さっきの曲は曲名とかないんだけど、これね。そう。で、この曲はこうやってここが、ここのつまみをひねる。これドラム全部ここにボリュームで入れてあります。で、ドラム以外は1、2、3、4つの楽器が織りなしている音ですよっていう。これその下にある RMX1000 も気になる。アスタリスクオメガバックコート RMX1000 はいいですよ。例えばこういう、これコード進行ってもうクソもないんだけど、ファーンってやってるだけの鍵盤の音だね。これにこうやって指でドラム入れることができたり、エコーをかけたりしますよ今から。ホワンホワンホワン、吉尾が生意気にもこんな顔して寝起きに寝音を、わあ、チワッポスー、チワッポスーじゃねえじゃねえか、お前平田じゃねえかチワッポスーはお前カナッポスーの1000倍特許なんだぞ。平田じゃねえか、いや平田いらっしゃい。で、このヒャンっていうのに、じゃあドラムからいこうか、このドラムの音もこのシンセで作ってんのね。だからこのシンセサイザー1人5役なの。木村拓哉、中井くん、草薙さん、香取さん、ゴロね、継承略だけど、キムタク、中井さん、シンゴ、草薙くん、なんかそういうの楽しそうだな、全然わからないけど、そう、1人5役なんですこれ。だから今日は DJ はしてなくて、で、全部これ俺が作った曲です。曲っていうか音なの。ほら、これがこうやってやって音楽の授業みたいだけど、ほら、いろんな楽器がこうやって混ざることによって、まあこんなもんね、いちいち解説するのもまたあのなんていうか、ぶしつけなもんでもあるんだけど、無粋な話ではあるんだけど、こういう音です。で、でこれを消しました。今消しましたというか、ちっちゃい音にした。これドラムと、じゃあこれだけで、じゃあこの音よ、ほら、足せんの。よく見てみんな、ほら、ここの白く光ってるところにパックマンがこうやって動いてるでしょ。この白く、ちょっとね、あの配信だからもしかして一瞬ズレはあるかもしれないけど、じゃあここの2つ消しちゃうよ。ほら消えた。これがいわゆる打ち込みサウンドってやつですね。で、音程変えようと思ったら、ここいいじゃん、 UFO 来そうって思うじゃん。じゃあこの音を13に鳴らす。ほら、ここ光ったでしょ、今度ここだけ。フェーンって言ってるでしょ。
で、じゃあこいつ2番いこっか。じゃあ2番の音出すよ。2人目、これ中井くんでさ、キムタクさ、中井くん、これじゃあ間違えた、中井くんまずボリューム上げよう。これこんなんペーンって言ってるだけじゃん。中井くんちょっと仕事してないあんまり適当なこと言って、はい、これ中井くんのパックマンね。中井くんが歌ってるだと。そう、これで、うん、曇り空に合う音や。寝起きだからね、よしお寝起きだから。じゃあこの中、へにょ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 って今指でやってるだけなんだけど、これをレックしよう。これいいじゃん、これいいじゃん、ここのシンセサイザーの音いいじゃん、これ。あ、光った。 OK、 もうこれでいいんです。はい、でじゃあ3番目どんな音鳴ってたかな、いくよ。RPG で流れてそうね、これいい音でしょ。でもこの音もね、ここのつまみは今日使ってない、今使ってないんだけど、ここで全部作ったの。だからここの音色も変えようと思うと、わかる、ちょっと弦楽器みたいになったでしょ、シタールみたいな。あの友人の結婚式に行った時にエントランスでシャンパンもらうまでに流れてるような音。でもここはすごく丁寧にやらないと音がそもそもが全然変わっちゃうのね。でもその機械お高そうだのガクガクブルブル。7万円です。7万7000かな。でもねこれね、7万7000円って金額から見ちゃうと、あー、社畜さんこんにちはだね。2時に息子を迎えに行くまでの間、おじさんが寝起きでシンセサイザーのお話をしているよ。ほら、これ今こうやってバイオリンみたいなさ、音とドラムだけにしてるんだけど、あ、社畜さん、これ今僕が作った曲を解説してます。曲というか BGM、 こういうの一個一個変えていくことによって、ほら、あれ聞こえなくなっちゃったとか、ほら、ちょっと電子音っぽくなっちゃったね。この弦楽器みたいなファーンって音は、ここの、これがキムタクでしょ、中井くんでしょ、だからここが今誰だったっけ、香取慎吾くんで、じゃあもう一回ちょっとこれをキムタクと一緒にじゃあ合わせてみたりする。このぐらいがいいかな。じゃあいくよ。ファン、さっき音程変えたでしょ。でまあ、今音程今俺が作ってる、これスマップです。ちょうどね5個ミキサーがついてるんです、このシンセサイズは。それがすごいの、それがすごいのよ。普通こういう機材って 1000音作れるとか無限に音作れますって言っても、これをね1個の楽器としちゃうから、このシンセサイザーをここに入れるとかなので、隣に違うシンセサイザーこいつを入れてとか。だからこれスマップなんだけど、スマップとトンネルズとダウンタウンと爆笑問題入れたらもう番組が成り立たねえよみたいなことがテクノなのね。おかしいでしょっていう。スマップとダウンタウンとトンネルズと爆笑問題全部ミックスしてみて、正月特番5年できんぞっていう話になっちゃった。何言ってんの俺。あ、今ごめん、フェーダー上げたら俺の 3-0-3 になっちゃったね。303のベース入っちゃったね。ちょっとややこしいから消すわ。ほらごめん、今このシンセサイザーだけで今日表現してますから、私は。はい、でこのシンセサイザーの中に5個さらにミキサーがあるってことがすごいの、これは。そうそうそう、
で、このちょ弦楽器うるさいなと思ったら、これ DJ だったらさ、みんなできるじゃん、縦フェーダー調整。ほら。縦フェーダーで、こんなもんかなって。ちょっとあまりシャシャリ出ないんで置こうかなって。で、ここがドラム。ドラムだけちょっとね、ゴロちゃんだけ違う場所にいるの、一人で、はい。はい、ドラム消した。ここまで全部俺が作ってきた音じゃん。簡単だよ。マジで簡単。で、そもそものこと言ってたけど、ここ鍵盤だからね。今の鍵盤弾いて、またパックマン走らせたって。グッドアフターヌーンだね、皆様エブリバーディー。お昼からシンセサイザー。そう。で、じゃあ4つ目のフェーダー。ポコポコポコペケペ。これかっこいいっしょ。こいつがいることによってローファイソーでテクノしか勝たん。Everybody! はい。で、これ。ほら。ディズニーからオファーが来てもいいんじゃないか、これ。ほら、これ。新しいアトラクションの90分の待ち時間の洞窟の中でこの音使ってもいいぞ。ウォルト。ウォルトどうだい？ボルトじゃない。ボルトはエネルギーアンモだからね。ね、この音いいでしょ。で、この音がうまくいってんだけど、これをシンセサイザーの良くも悪くも面白いところは、俺がちょっといじると音ってめっちゃ変わっちゃうのね。例えば、ほら、そしてこれさっきの音色には戻せないのよ。もう聞こえなくなっちゃったね。ほらなんかちっちゃくなっちゃった。大きくなっちゃったの逆になっちゃった。音色をここで実はクリクリやりながら本当は一個一個作ってってたの。まあそれやるとね1時間じゃ終わんないから、ある程度15分ぐらいでかっこいい音をパッパって作ったんだけど、まあじゃあ他の音にしよう。この音だったんだけど、じゃあこれにしてみよっか、とりあえず。で、じゃあさっきまでの音と混ぜる。ちょっと草薙くんだけ気候に走った音が鳴ってる。うん、ほら、ここ草薙くんだけ変な音でしょ。さっきまでディズニーカーめっちゃ良かったのに、ほら草薙くん変な気候に走ってっから、これを一個一個サウンドの特色を変えたりなんなりしながら調整していくの。こうやってこれとかもいかこれ決まっちゃってっからね。全裸ででんぐり返しするテーマいいね。じゃあ戻そうか。これ俺はこれが気に入ったの、この音が。っていうだけの話ですね。次はみんな大好き。ギタリストとかはね、おなじみだけど、エフェクターはここにあんの、ここ。だからこの綺麗な音じゃ、キャラクターは変えないんだけど、お化粧する。ほら。シュワーって音が入ったり、何がいいかな。これオーバードライブ、歪みました。ディストーション。で、
あんまりこういう歪みとかはいらないから。でもなんかお化粧しておきたいじゃん、音にね、音にだよ。そういう時はとりあえず何かけとこうかな、エンハンサーかな、エキサイター、うん、よし、エキサイターっていうのを少しかけて、ちょっとだけうっすらお化粧をします。んー素敵マンダム、我が名はブロスフンダル、はい、その上で何度もしつこいけど、ここにミキサーがあるってことが、 DJ やったことある人がめちゃくちゃ使いやすいシンセサイザーの理由はそこです。ここのフェーダーで最後のミキシングまでが1台で進む。暑いぜ今のクリップだったな、どこがこの、あれ、吉尾が芸術的なウォルトディズニーに捧げる、ウォルトディズニーの待ち時間に捧げるような、神聖なテクノ。もうダメだ、めちゃくちゃ暑い。だってね、すまん、シンセサイザーに真剣になったおじさん、さっき風呂入って、今おじさんいい匂いだぜ、おじさんいい匂いでいい音が鳴ってるぜ、この部屋は。どうだい、ジュン、遊びに来ないか、ジュン、俺の部屋に灯火を灯さないか、ジュン。はい、エアコンです。いいですか皆さん、エアコンは、エアコンは電気の力で気持ちのいい風を作りますね。エアコンは電気の力で気持ちいい風を作ります。これは電気の力で気持ちのいい音が鳴りますね。そういうことだよ。ワットソンは電気の力で敵をビリビリさせるフェンスを立てます。で、シンセサイザーが直接出てくるとちょっとあれだから、インスタで言うとこの写真の加工みたいなことをするわけ。まあみんな大好きね、間違いないエコー。でこの今自分で作った曲の BPM をここで計測する。OK、 お化粧、はい、今これはねシンセじゃなくてミキサーでやってますよ、DJ ミキサーで。お客さん凝ってますね、ここお客さん、ここここ凝ってますね、グリグリグリ、まあ壺だねここが、はい、でここにマイクあるでしょ、ケントゥーみたいにリバーブにさかけてさ、えい、ー、みんなどうしてる、どう過ごしてるかなみんなみたいなこと言ってさ、急に急にリバーブかけて神聖な感じにしてもいいじゃない。火曜日から、火曜日の昼下がりから私も踊ってる、うるさい、鼓膜死ぬ鼓膜死ぬ。はい、でこれドラムね、こうドラム、ぼんやり昼寝してたらこんな時間に、ドラムずっと変わらないからさ、これドラム一番分かりやすいわ、ドドンドドンドッタンドドドドドッタンっていう打ち込みしてます。ここパックマンね、パックマン見てね、 ここでドンが鳴るの今だから、こうすると極端な話よ、ほらドドドドド、変なリズムになっちゃう。でこれ一個一個さ、ちょっと音ちっちゃいかもしれないけど、今このさ
さっきドレミファソラシドだったここが今度はドラムの音がいっぱい。子供だったらこれだけで面白いね。でこの音をじゃあここに鳴らします、鳴らすみたいなことをやって、こうやってね打ち込んでいきます、一個一個。で混ぜる。ドラムの音を変えたら変だねと思ったら直せばいいっていうね。一番気持ちいい音が生まれるといいですね。そしてみんなが今日一日素敵な幸せな時間が、ワラシンセスティックスカイラインウェルカムイン。ヘイシンセスティックス、懐かしい、久しぶり、元気しているかい。最近あなたの DJ が見に行けなくてちょっとシンセロスになってるよ。ロス、ロス、日本語でロスっていうのはI miss you のことなんだけどね。今日はローランド SH40 my new gear my music new gear and just cheering and my sound my song ID、生まれたてだから曲名はない。で今はビートを組んでいたよ。でまあドラムをね、こう今こんな感じにしたんだけども、そもそものドラム全部の音変えちゃったりできる、うん、分かるかなこれ。ちょっと分かりにくいね、ドラムだけにしよっか。 H only ドラムリズムパート only サウンドチェンジ、サウンドチェンジ909、これ909、リズムは変わんない、音だけ変わっていくよ。ん、なんかホワーンって音入ってんね。ちょっと待ってな、ホワーンって音いらんから全部下げる、ドラムだけにしよう。はい、違う、サウンド、ドラムの音色だけを今からカチカチ変えていきたい。いくぞ。これ909。はい、オーサム、Thank you。あとは時間かかるんだけど、一個一個のこの音をすべてドラムとして打ち込むこともできる、うん、This sound、OK、レックサクシード、変な音見つけた、変な音。カカン、パクマン、ほらここ光った、ここの時だけ鳴るよ。やば、ケミカルブラザーズみたい。このケミカルみたいな音を指差し触りながらつまみで音色を作るのね。 OK、 ちょっとデジタルチックになったけど、じゃあまたさっき前の音を戻す。Hey my song、
イエーイ。いやー今日も昼の日オーケーナイスエモートトマコ、そしてデイフラを知ってるかもしれないタイノキンちゃん、そしてショウゴさん、シャチクさん、ありがとうね。こんな昼間にズレズレなるままのシンセサイザーだね。これこの機材は本当に簡単で、ぶっちゃけ誰でもこういう曲作れると思う。これはあんまり音楽理論とか難しいことを考えなくてできます。というよりむしろ入門編としてめちゃくちゃいい。で、当然パソコンなんか必要ありません。こいつ一台系。なんか急にテレフォンショッピング始めたのかなと思う。案件ではありません。案件ではないのにこんなにこの機材をフューチャーして配信をやったり、俺は好きだって言ってるっていうことに、その意味を見出してほしいし。こいつは素敵です。ほんとね、やっぱ鍵盤もさ、鍵盤もここにちゃんとさっきついてるって言ったけどさ、この鍵盤だってめっちゃいい音するからさ、本当にね。で、まあこの鍵盤そのものをちょっと一回、じゃあせっかくだからこの音は、今の曲はレコーディングじゃなくて保存しておくね。保存するときもこうやってパッてボタンだけで、もうボタンだけでね、全部簡単にできてしまう。さあ、はい、はい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 、ドゥルル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 。今配信中に変化させた音色は全てこいつが覚えてくれたと。ねえ、いいねえ、すごいねえ。で、音色もさ、ほんと俺みたいなさ、テクノおじさんが好きな音だけじゃないからさ、全然いい音いっぱいあるから。いい音というか、もう王道の音もいっぱいさ、あるんです。ん？どこだ？鍵盤の、あとはここ鍵盤が今こうやって弾いててさ、思ったけどさ、足んないじゃん。やっぱりもっとピアノ上手い人は弾きたいじゃん。そういう時は別売りの大きい鍵盤を線でつなぐと、そっちでピアノ演奏できるからね、ちゃんとね。わかんねえ、適当にスターライトパレード弾こうと思ったら弾けなかった。で、和音も出る。てててて。で、こうやって音色を細かく、ほら、作っていける。当然シンセサイザーだからゲットワイルドはね、ちょっとね、もうね、ここ、こんなんなって弾けないと思う。今度ソマコのためにゲットワイルド全部覚えとくわ。愛だね。ね、グレートサウンドでしょ。ほら、今度はここがミキサーじゃなくて、このさっきのスマップだった部分はオシレーターっつったって、この音色一個一個がいろんな要素が混ざり合って音になってんの。難しいけど、例えばここにノイズがあって、ほら、ノイズ。人間社会はノイズだらけですけど、皆さん大丈夫ですか？でもノイズがゼロだったらゼロで、それはそれでまた気持ち悪いので、多少のノイズ入れとこ。ほら、こうやっていろんなこいつらの今度は音のキャラクター成分の混ざり方によって、
綺麗な音が出たり、そうじゃない音になったり、もっとこれをいろいろ変えられるわけ。細かい話だけどね、これは。おい、ムースウェルカムイン Hey, ムース Tonight、 違う、Today Today is a synthesizer, only one synthesizer And my song Just cheering and introduce my soundNow, arpeggiator. Playing Catching a Production Show. Welcome Raiders. Ore ni te ga 3 bon areba. Koette mochiron synthesizer da kara. Ensou shi nagara ne.演奏しながら音色作ったりすることもできる。他にもかっこいい音はいっぱい入ってる。あれ？あれ？デトロイトテクノの音がする。あ、トムさん、今日はね、横浜に行かない日なので12時までです。あと10分。Sorry。今日はあの、愛する息子を幼稚園に迎えに行ったり、愛する娘が小学校から帰ってくるまでのおじさんの、今ね、おじさんのソロタイムだったから。シンセサイザー遊んでる。他にもいろんな音があるよ。シンセリードだって。ああ、こういう音はさ、確かにね、あれだね。さっきのさ、俺が作った今日作った曲のこのサウンドをちょっともう一回戻そうかね。まあこういうトラックを作っていたんだが、じゃあこの2番のさ、中居くんの場所ね、キムタク、中居くん、慎吾、剛、これ香取くんの5人で作ってるこの曲なんだけど、ここの2番のここのサウンドだけちょっとさ、サウンドを変えちゃおっか。いや、 EDM みたいになった。このリードいいね。ほら、パックマンにまたこうやってパックマンに追加、これでもいいんだ。オッケー。なんか祈りでしょ。祈り。わーへー、The first time chatting, thank you! I Jax! Welcome in there! I'm Yoshio PC! 普段は DJ をしたり、サンプラーね。ここのサンプラーで、Hey! とか言って音を鳴らして DJ ミキシングしたりしているよ。今日はちょっと空いた隙間時間なんて日本語では言うんだけど、少し空いた自分の時間があったから、シンセサイザーローランドの SH4D で遊んでいるよ。ここはサンプラー別ね。
さっきみたいに、シンセサイザーだけでドラム作るのもいいし、ドラムはこいつに任せちゃおうとか、気分的にこっちの機材からドラムを叩こうとか、いろいろできるね。タイノキン、俺の配信は現代社会のストレスを音で緩和して脳波に直接777の周波数を送ってみんなの脳波を37にして IQ を一気に3にするから俺の配信とこのシンセサイザーはIQ をみんなの IQ を一気に3にするからストレスも緩和されて、そりゃ眠くなるかもね。溶けていく。仕事中に聞くテクノはどうだい？肩こりほぐれるね。腰痛にもいいね。お客さん、ここ凝ってますね。ここあー、ここ凝ってるわ。ここも凝ってる、ここもお客さん凝ってる。ここ凝ってるわ、お客さん、ここ。こんぐらいが気持ちいいですか？か？変態整体師。イエーイ。いいですね。ということで、もうあと3分。あと3分でさ、もうみんなとはレッツさよならだからさ、サミちゃん、サミちゃん大好き、レッツさよならだ。どっかにお昼から急にレイドをしたかったんだけど、誰も配信をしてないね。誰も配信をしてないね。あ、マサロさん、完全に俺はこのシンセサイザーを手の内に掌握しました。最高です、最高。本当にこのシンセ面白い。っていうことでね、今日はちょっとこのシンセサイザーでずっと遊びました。みんな寝てるね寝てるね。
そまこそまこ、まさろさんもめちゃくちゃ夜なんだけど、そまこが、そまさんが寝てる時間になっちゃうんだけど、めちゃくちゃかっこいいテクノやってるから。最近ね、ちょっと俺もタイミングで見るに行けてないんだけど、DJ というかビートメイク的なことやったり、ソフトの中でこちらはシンセ系をやってるのね。アマチュッキスヤー、昨日草刈り配信お疲れ様。早い時間配信難しいっすよね、アマチュッキーさん。あー、俺ももうあとごめんなさい、でももう終わりなんですいません、終わっちゃう。そしてムースもね、ありがとう。ぶっさっけナイスレイドだったね、ありがとう。ウィールラブヨシ、ありがとうね。最後ね、今日もうお迎えに行かなきゃいけなくて、俺はね、ここにこう紹介 S を打たせてもらったんだけど、このまたムースがさ、レイドくれてありがとう。いつもさ、ハッピーな感じでさやってる海外の DJ さん、 DJ っていうかゲーム配信もやってるし、俺はもうなんか生きるエンタメだと思ってんだけど、彼をねちょっとね紹介しよう。サンキュー最後ね。ムースヌードルズ、あ、もうすぐ559 500、ウェイ。あ、いつもヤバめのさ、ちょっと待って、あ、画面がちょっとなんかうまく出てないね。オッケー、出たかな。そう、彼もね、めちゃくちゃ俺は仲良くしてもらっていて、めちゃくちゃハッピーな音で、結構行って遊びに行くと、ヘーイとか言ってすげーテンション上げてくれて気持ちがいいね。配信してるから、今 CM だね。今シャウトアウトしてもらさせてもらったんだけど、ぜひね遊びに行ってね。CM 終わり。分かったし、頭きた。 CM にあのハート出しとくわ。トム・クルーズにハート出しといたわ。何これ、映画新しい映画なの。ああ、1時間前さっきやってたやつもう見れんの、聞けんの、すごいね。わお。ミッションインポッシブル今年か W。 わあ、ムース、めちゃくちゃアンビエントサウンドやってたんだね今日。アンビエントな感じ。ミッションインポッシブル、そうだ、復活だ。うちらの世代は避けて通れない名作、ミッションインポッシブルだね。へい、オッケー。じゃあ、1時間ぐらいの短い時間で、わけのわからない変な時間にやったけれども、地球は一つだから時間はね、みんな今日ね、東京が12時だからっつって世界は今ちょうど程よい時間かもしれないし、朝かもしれないし、こうやってね配信でね、いきなりやって、いきなりみんなが立ち寄ってくれるだけでも、俺は幸せだ、僕は幸せだなということでね、今日は とね、このねローランドの SH4D ちゃんとね、雑談をしながら、まあ自分が作ったトラックの解説みたいなことをやったわけですけど、まあアーカイブの方もね残させていただくと思うのでね、もしよかったらねまた遊びに来てください。今日はね題名に書いたんですけど、
14時でお迎えということでね、そろそろね、おいとましようかしら、そろそろおいとましようかしらっていう感じでね、コトロとともにありがとうございました。あ、後ろ松本太陽先生のね、鉄痕キンクリートですね。ちゅうことでありがとうございました。フォローしてきた、そばかありがとう。またね、みんなね、フラッと遊びに来てね。今日は夕方から雨が降るんだって。だからもう傘さしてるね。傘さしてるね。素敵な午後、アフターヌーンをお過ごしください。あまつっきーさんもありがとうね。ありがとうございました。まさろさんも、たいのきんちゃんもありがとう。眠くなってきちゃった。お仕事し寝ちゃおうね。寝ちゃおうぜ。大丈夫。俺たち一人ぐらいが仕事サボったって地球は回るよ。人類誰か一人がサボろうが100人サボろうが地球は自転するし公転するよ。大丈夫大丈夫。ちゅうことで最後に凝ってるツボをして終わりますね。凝ってますねお客さん。はい、サンキュー。バイバイ、またね。ありがとうございました。バイバイ、おやすみ、またね。バイバイ、おやすみじゃねえわ。おやすみじゃねえわ。じゃあね。